ショッタリーにあるアンハサウェイのコテージショッタリーは、ストラトフォードイコールアポニーコールエイボンの街の中心部から 1.6km ほど西にある小さな村である。ストラトフォードイコールアポニーコールエイボンの街とは違う雰囲気を有する村ではあるものの、今では街の一部とみなされている。村には村役場があり、中等教育学校が一つとショッタリー女子グラマースクールのほか、 小規模な小学校であるショッタリー、セイアンドルー・イングランド国境会小学校が19世紀半ばから存在する。小学校は何度も地方自治体の予算カットで閉鎖されそうになったが、その度に地元住民が必要な資金を集めて学校を維持してきた。パブが1軒あり、ベルインという名前である。サンタルチアイタリア料理店がパブの向かいにあったが、現在は閉店した。 イタリア料理店だった建物は長いこと食堂として使われており、ビクトリア朝時代には禁酒運動のスープキッチンであった。ショッタリービレッジストア郵便局もあったが、1990年代に亡くなって、この建物には現在は支度が入っている。地域の公園であるショッタリーフィールズには2つのサッカー場と子供の遊び場がある。この公園には、 中世に農地として使われていた名残である特徴的な溝の起伏があり、日没時の公園でこれを目にすることができる。公園には街の中心につながるフットパスもある。村にはラグビークラブであるショッタリー RFC があり、南ストラトフォード63ロー,ロードのピアースクロフトにあるストラトフォードラグビー場を本拠地としている。 クラブは、聖アンドルー教会の教区牧師であったデビド・キャプロン、死により1984年に設立された。ショッタリーには、ウィリアム・シェイクスピアの妻となったアン・ハサウェイが、子供時代に住んでいた家があり、この家がある辞書は、アン・ハサウェイのコテージとして知られている。このコテージのおかげで、ショッタリーは、ニューヨーク・タイムズの読者が選ぶ世界の観光地5に、1000に選ばれており、 観光客の間で非常に人気がある。しかしながらこの家が本当にアンハサウェイが子供時代を過ごした場所であるのかということについてシェイクスピア研究者の間で完全に合意が取れているわけではない。2012年の末頃からシェイクスピアバースプレイストラストがアンハサウェイの固定時近辺の土地を不動産、開発業者に売却するという計画を立てたが地元の住民は 環境や観光への悪影響を懸念し、反発した。西部、シャーテリーという反対運動キャンペーンが立ち上げられ、署名集めも行われた。ストラトフォードイコールアポニイコールエーボンの議会も、開発に反対したが、2015年に、シェイクスピアバースプレイストラストはこの土地の売却を、決めた。ありがとうございます。